1、0。はい、始まります。こんにちは、チョメです。車の故障パート4分の3やっていきます。お、ちゃんとワームを見つける。これワームだったよね、読み方間違ってたらね、すいません。あと服装見て変えてみた。サングラスも久しぶりにね、撮ってみたんですけど、どうでしょう。ではやっていきましょう。ここで何をするんだ、チャーリー。隠れ穴に戻る前にクリスマスツリーのてっぺんに乗せるワームを見つけるんだ。クリスマスツリーのてっぺんにワームを乗せるのか。なぜか僕たち兄弟の伝統になってるんだ。毎年ワームをスティーピファイで天使のように飾りつけてるよ。すごい変だ。それはひどい。いや、そう、変だよな。すごく変だよ。クリスマスツリーのツリートップならもっと伝統的なものがいいんじゃないかな。まあ私の格好の方が変なんですけどね。いや、変なのが僕たちの家族には合ってるんだ。メガネが変だよな、私は。それにこれはどちらかというと、母さんと父さんが飾りじゃないって気づくかどうかを見るうちはネタなんだ。あ、なるほど。絶対気づかないけど。嘘。でも庭でワームを見つければいいんじゃないか。夜になって隠れ穴に戻りたくないよ。母さんはもう家の飾り付けを始めただろうな。フォグミスのワームってかわいそうだよな。前なんかクイディッチでバットで叩かれてまくってたしね。試したよ。でも吹雪のせいで回ってもっとあったかい場所に穴を掘ったみたいだ。家族の伝統ダビル、そしてウィーズリー家のクリスマスはそれなしでは完成しないみたいだし。わかったよ。でも急いでやろう。よし、もうクイディッチのピッチでワームを見つけてここまで追いかけてきたんだ。あとは見つけるだけだ。まあ私のワーム取らないでくださいよ。3時間やっていこう。ここは多分、あ、いた。もう一番最初に見えた。 しかもなんかワームの呪いで止まっちゃったんだけど。どうしてこんな伝統が始まったんだ。久しぶりになんかチョメの目を見たような気がする。本物の家族のクリスマスのためなら50匹でもワームを捕まえるぞ。この像も調べてみよっか。噛まれないように気をつけろよ。噛まれるのかな。あ、この後ろにもいる。去年双子がワームに着せた馬鹿げた服を君に見せて欲しかったよ。あ、いろいろ移動してるんだ。なるほど。ワームがかわいそうだなんてそれほど思わないよ。ひどい生物だからね。まあでもひどい生物って言われても私まだ何も悪いことされてないけどね。あはは、こっちに移動してた。まあ、見た目もどうなんだろうね。ワームが僕の顔を食いちぎるためにここに隠れてないといいけどな。まあでも悪いことするって言ったら食いちぎられるとかそういう感じなのかな。クリスマスツリーのてっぺんにワームを乗せるのはチョメがやるべきだよ。なんでいきなり言ってくんだ、そんなことを。チャーリーびっくりしたよ。わあ、ちょっとアラームが鳴ってる。この携帯のアラームはもう回復しましたよっていうアラームでね、私やってるんですよ、計画的にね。すいませんね、ちょっと音が聞こえたかもしれない。まあ、ここ本来ならカットするべきところだけどね。で、今気づいたんだけど、上増えてないじゃん。どうなってんだこれ。もう一回入り直してみるか。ちょっとびっくりしちゃったよ。なんかいろいろ。増えてる上。あ、よかった。反映されてた。君がいない間にいろんなことがあったよ、チャーリー。また増えてないな、これ。一回戻ったり出たりしないと怖いね、この上の表示。まあ、ループかな。じゃあ、どんどんやっていこう。すごく不安になりますわ。あの雪だるまも結構アップで見れるチャンスかもしれない。いろんなことが起こるね、今日。大丈夫かな、ほんと。まあね、アップデートされたばっかりだからね、待ちます。あのですね、それと同時に1個バグが起きてます。右上今6でしょう。これ押して本当ならエネルギーが回復するんですけど、増えないという悲しいことになっております。再起動してね、入り直したらエネルギーは増えてた。お、ちゃんと治った上、見てください。よかった。だからなんか不安になったら再起動するのはね、大事かもしれません。じゃあともう少しお待ちください。回復してきました。続きをやっていきます。それとですね、私ずっとワームって言ってたんですけど、ノームです。読み方はノーム。はい、ゲットします。まあ、普通に土の精霊みたいな感じですね。ノームを見つけて、スティーピファイをかけるのを手伝ってくれてありがとう。捕まえて空飛ぶ車に押し込むよ。それから君の荷物を集めて出発しよう。悪かったな。チャーリーはクリスマスのことになると真剣なんだ。
謝る必要なんかない、とても面白かったよ。君はノームに噛まれないから簡単に言えるんだ。突然こんなことを言い出すのもなんだけど、吹雪を発生させてからずっと聞きたいことがあったんだ。隠れ穴で一緒にクリスマスを過ごすために僕を招待したことを後悔してる？いや、そんなわけないよ。どうして？もしこうなってなかったら今頃君たちは家族と一緒にいるはずだ。多分ね。でもそしたら君はここで一人でいたはずだ。それに全部うまくいっただろう。もうすぐここを出て隠れ穴でクリスマスを祝うのも時間の問題だよ。そうだな、ビル・ウィーズリー家のクリスマスを体験できるなんてワクワクするよ。完璧なプレゼントなしできたことについてはまだ申し訳なく思ってるけど、本当いいよな。ビル、チョメ、すぐに訓練場まで一緒に来てくれ。父さんの空飛ぶ車が動かないんだ。まあタイトルでネタバレになってたからね、故障でね。車を調べる。訓練場に急いでくれ。早く父さんの空飛ぶ車を直さないとクリスマスイブに間に合わなくなる。じゃあね、すぐ行きましょう。待ち時間もなくてよかったです。お、ちゃんと服反映されてるね。ちょっと着替えよっか。ボンネットが開いてる。ハグリッドを連れてきたよ。協力してもらえるかもしれないと思って。何があったんだ？チョメは緊急事態としか教えてくれねえし。父さんが魔法をかけて飛べるようにしたマグルの車が壊れたんだ。それじゃあこいつがそれか。アーサーはここにいるのか？いや、クリスマスにビルとチョメを家に連れて行くために僕が飛ばしてきたんだ。ここまで来るのには問題なかったんだ。でもノームを姉妹に戻って指導させたら動くなくなっちゃった。だから君を呼んだんだよ、ハグリッド。修理中の空飛ぶ車を持ってるって言ってただろう。だから経験があるんだなと思って。僕はマグルの専門家じゃないけど、空飛ぶ車もそれほど違いはないだろう。実はあのバイクは俺の古い友達のもんだ。まあたまにいじくってたけどな。そうなんですよね、ハグリッド、空飛ぶバイク乗るんですよね。手伝ってくれる？すぐに直さないとクリスマスを逃すためだけじゃなくて絶対怒られるんだ。父さんが僕抜きでクリスマスツリーを選んでないといいけど。喜んで手伝うさ。どこに問題があるか分かってるのか？分かってるのは、指導させようとすると病気のウクライナアイアンベリーみたいな音を出すことだけだよ。例えがすごいな。どうなってるのか見てみた方がいいな。じゃあ見ましょう。何時間かな。車を診断する。8時間やっていきます。星5で合格ですね。服とね、メガネもちょっと変えてみました。ここの部品がなくなってる。取られたみたいだな。え、誰が取ったの？離れてる間に。今後僕は車の代わりに空飛ぶほうきだけで行くよ。心配しよう。君はこの車が意図的に壊されたと思うんだね、ハグリッド。デパロとかでは直らんのかな。何が何だかわからないよ。まあ部品がないからレパロは無理か。お願いだから僕は父さんの車を壊したなんて言わないでくれ。見張り役を一人置いとけばよかったね。マグルはどうやったらこんなの理解できるんだ？あ、なんかわかった。メルーラが持って行ったんじゃない？アーサーはこの車の改造に随分と手間をかけたな。なんかそんな気がする。メルーラから取り戻すのかな？アーサーにあのバイクを見てもらうべきだな。ハグリッド、君は誰かが車を壊したと思ってるんだね。もう持って行ったって言ってるよね。部品がなくなってるってことはね。この部品がなくなってる。ループだからね。どんどんやっていきましょう。少々お待ちください。エネルギーもまた回復してきてやります。どんどんね、回復してきて、こうやってね、やっております。車もね、ずっとね、ハグリッドがね、見つめております。こうカットでええかな？それか、こんな感じでね、プレイ動画です。じゃあ、また少々お待ちください。次の回復でいけるかな？はい、回復してきて続きをやっております。これで余裕かな？ただ余裕を持たせすぎて、次待ち時間があった時ちょっとピンチです。大丈夫かな？理由が分かった。部品がなくなってるぞ。落ちたってことはないの？チャーリーが着陸させた時とか。俺の分かる限りでは違うな。誰かが取り外したんだ。じゃあ誰かが空飛ぶ車を壊したのか？でも誰が、どうして。何よりも直せるか、ハグリッド。もうすぐクリスマスイブだ。
何よりも直せるかって、なんかおかしくねえか日本語。チョメの言う通りだ。お母さんはもう料理を始めただろうな。できることはやろう。だが部品なしでは難しいな。チョメ、あっちにいるのはメルーラじゃないか。なんか怪しいんだよなメルーラ。疑ったらいけんけど。ああそうだと思う。チョメの顔を変えたんだって。そういえば彼女に車が見えてると思う？見逃すことはねえよ絶対。寒いのにこんなところで何してるんだろう。車の部品を取ったのはメルーラで、僕たちの反応を見に来たのかもしれない。考えてみろよ。最初は君の雪の呪文を手伝って吹雪になった。次は僕たちが車が壊れたのを発見したらすぐに偶然現れた。それに見ろよ、僕たちが気づいたことが分かって逃げたぞ。そういえば1年生とか2年生のメルーラってこんな感じだったな。待て待て待てよ、汽車を閉鎖したあの吹雪を発生させたのは君なのか、自然に起こったんじゃないのか。嵐が変だったのはそういうわけだったのか。そうだよ、君の家族へのプレゼントとしてクリスマスイブに雪を降らせたくて雪の結晶の呪文を唱えたんだ。だけど降雪の範囲を広げる代わりに降雪の量を増やしちゃって吹雪になったんだ。ビルの推論では呪文がとんでもない結果になったのはメルーラの影響のせいだ。僕が言いたいのは、メルーラはずっとあからさまにクリスマスに対して否定的だったってことだ。それにクリスマスのために僕たちが隠れ穴に向かう途中、何か邪魔が入るたびに現れる気がするよ。認めざるを得ないな。こんなに重なるとただの偶然だとはとても思えない。君はどうだチョメ、メルーラがちょっと怪しいとは思わないか。あ、正直言おう、怪しいです。疑ったらいけないけどね。君の言う通りだ、メルーラに関する偶然が重なりすぎて怪しいとしか言えないよ。僕が深読みしてるわけじゃないって分かったってよかったよ。お前さんの言うことには一理ある。だが俺にはどうしてメルーラがこんなことをするのか分かんねえんだ。メルーラを問いただしたいすれば分かることだな。ビルとチャーリー、君たちはここにいて、ハグリッドが部品出して車を直すのを手伝ってくれないか。僕はメルーラを見つけて解決するために話をしてくるよ。こんな格好で言ったらメルーラにぶっ飛ばされそうな気がするけど、このまま行くか。よかった待ち時間なくて。メルーラを見つける。今わしは廊下にいる。きっと少し手伝えることがあるじゃろう。なあダンブルドア先生が、なんでいきなり出てくんの。びっくりしちゃったんだけど、ちょっと行ってみるか。メルーラを見つける。いた。なんで先生がいるの。校長先生、ダンブルドア先生、この辺りでメルーラを見ませんでしたか。こっちへ走ってきたと思うんですが。見なかったの。このクリスマスの吹雪の影響を何とかしようと大急ぎだがしじゃった。若い魔法使いの雪の結晶の呪文はちょっと野心が強すぎたようじゃな。あ、全部バレてますね。だが心配はいらん。君へのクリスマスプレゼントとして小言はやめておこう。ありがとうございます先生。吹雪のせいでクリスマスの間先生にあまり迷惑をかけてないといいんですが。実を言うと、わしは雪が降って嬉しいんじゃ。最後に雪玉を投げたのがいつかは思い出せん。スネープ先生がわし同様に喜んでいるかどうかは疑わしいが。楽しみといえば、君はウィズリー家と一緒にクリスマスを過ごすそうじゃな。もうすぐクリスマスイブじゃ。君やウィズリーたちはあの空飛ぶ車で行かねばならんのじゃろ。バレてる。そのことを知っているのか。なんでそんな勢いよく言った。見逃すのは難しいの。クリスマスという特別な時期じゃから見なかったことにするが、長くは続かんぞ。行けてたらとっくに行ってます。誰かが車の部品を取ったから動かなくなったんです。ビルとチャーリーと僕はメルーラの仕業だと思っています。振る舞いやタイミングを考えると怪しくて無視できないんです。僕の雪の結晶の呪文が失敗したのは彼女が理由じゃないかとすら思ってるんです。隠れ穴に来るんじゃなく、クリスマスは一人で過ごすのは別にいいんです。でもだからといって僕たちの楽しみを邪魔してもらうもいいんですか。クリスマスは一人で過ごしたいと言っていたかの。興味深いの。わしの知る若い魔法使いのあるクリスマスの話を思い出すの。カエルの聖火台とのキャロルに招待されていたんじゃが、この話をするのは今度にしてもらえませんか先生。なんか結構自分勝手だな自分。まあでもしょうがないよな、急いでるから。メルーラを見つけないとクリスマスイブまでにもう時間があまりないんです。
これは君が聞かねばならん話じゃ。ああ、ダンブルドア先生に捕まっちゃった。ダンブルドアと話す3時間、星5で合格、やっていきます。あとね、夜中なので、ちっちゃい声でやります。この魔法使いは最初はカエルの聖火隊など恥ずかしいところだと思ったんだ。話を聞こう。その申し出を断ったものの、グループキャロルを見ていたら参加しなくなった。グループね。それでその魔法使いカエルの聖火隊に参加したい自分を認められなかったんですか？ちょっとチョメの格好も変えてみたよ。この話に教訓が含まれてるのわかる。言及する。キャロルのことで魔法使いの気が変わったのならそう言えばよかっただけなのに。これは本当の話ですか？ダンブルドア先生疑っちゃダメでしょう。魔法使いは自分の興味を隠すためにキャロルを嘲笑ったんじゃ。魔法使いはカエルの聖火隊の上演の邪魔をするために試練士を唱えることさえした。なるほど。申し出は断ったもののキャロルに参加したくなかったんじゃ。だがそれを認めなくなかった。もうループかな。じゃあね、どんどんやっていきますね。少々お待ちください。チョメの方はどうなんだろう。歌うのを邪魔したんですか？それでその魔法使いカエルの聖火隊に参加したい自分を認められなかったんですか？はい、回復してきました。続きをねやっていきます。コインもゲットします。結局その魔法使いはカエルの聖火隊のクリスマスキャロルに参加したいと思っている自分に気づいたものの、間違っていたことを認めるのが怖くて本当にやりたいことができないままでいたんじゃ。そのせいで聖火隊の他のメンバーの邪魔をしようとさえした。時折我々の行動は本当の願望を裏切ることを証明した言動ね。興味深いです先生。でもそれが僕の状況とどんな関係が？メルーラ、メガネちょっと変えてる。久しぶりに。どうした？言い出せないでいるのか。うわ、早い逃げるのが。待ってくれメルーラ、話があるんだ。すいません先生、でも僕はメルーラがまたいなくなってしまう前に後を追わなきゃいけないんです。じゃあね、夜だから今起きてやろっかな。メルーラに立ち向かう。魔法道具の部屋にはいないから。だから絶対ここには来ないで。じゃなくてそこに行っても別に私は構わないよ。魔法道具の部屋に来ました。メルーラがいました。話しかけましょう。どうして私を追ってくるの？あんたはウィズリーの家の完璧なクリスマスに行くんだと思ってたわ。そうだよ。でもそこに行くための空飛ぶ車が動かないんだ。部品が取られたらしい。ビルとチャーリーは君が取ったと思ってる。僕もそう思う。実を言うと君が僕に間違った雪の結晶の呪文を教えたんだって彼らに言われて確信したよ。僕が吹雪を発生させてホグワーツに雪が降ることになると分かっていながら。あんたも皆と一緒にすぐに何でも私のせいにするのよ。本当は何があったか話してあげるわ。部品を見つける。3時間やっていきます。ここのどっかに隠したのかな。やってもないことで責められるのはもううんざりよ。またニフラーとかそういうのが持っていったんかな。メルーラは吹雪を発生させた疑いをかけられて本当に怒ってるな。あ、ごめん、スカイの件もあるからニフラーとかかもしんないな。ダンブルドアの話はメルーラについて何を伝えようとしてたのか疑ったらいけなかった。教えた雪の結晶の呪文は正しいものよ。車の部品は取ったけど吹雪を発生させるような真似はしてないわ。取ったんかい。もう自白してた。車の部品を取ったことについては何をやれても構わないけど、吹雪は私もなんかそんな感じだと思ってるよ。でも一回そういうことしちゃうとずっと疑われちゃうからね。本当は部品取ったりとかそういうのしない方がいいと思うよメルーラ。それか一緒に行きたかったのかな。正直言えばいいのにね。だからこの後ねメルーラと一緒に行くと思いますよ。じゃあね、少々お待ちください。いやー面白くなってきましたね。回復してきたので続きをねやっていきます。ちょっとだけね声が大きくなったかもしれません。リアルはね朝を迎えました。メルーラはね相変わらず怒っております。なぜ怒っているのか分かりませんが、ちょっとね事情を聞いてみましょうか。
コインをゲットします。そう、あの空飛ぶマグルのマシンから部品を取ったのは私よ。でも教えた雪の結晶の呪文は正しいものよ。だから私には関係ない吹雪について疑われるのはごめんだわ。まあこれは本当のこと言ってそうですね。それじゃあ吹雪は僕のせいなのか。疑って悪かったメルーラ。いいの、私が最悪の状態をもたらすって皆が思ってるのにも慣れたわ。例えばあなたは私がクリスマスを台無しにするために車の部品を取ったと思ってるでしょ。ああその考えが頭をよぎった。いや思ってない、いや正直思ってる。あ、レベルアップした。32になった。その考えが頭をよぎったよ。少なくともあんたは正直ね。でも間違ってる。やった理由はそれではないわ。本当のことを言うと、私は誰かのクリスマスの邪魔をしようとしたんじゃない。私は自分のためにやったの。一緒に行きたいんでしょ。僕たちが隠れ穴に行けないようにして、それがどうして君のためになるんだ。僕たちに行ってほしくなかったなら別だけど、正直言えよメルーラ、一緒に行きたいんだろ。ダンブルドアが時折我々の行動は本当の願望を裏切るって言ってた。あの時は理解できなかったけど今はわかるよ。本当はクリスマスを一人で過ごしたくなかったんだなメルーラ。お、この中のチョメも優秀になってきたな。最初はそうしたいと思ったの。でも実際に一人になってあんたがクリスマスの話をするのを聞いてたら、私自分の決意を後悔したの。最初言ったことか。気が変わったことをどうして僕やビルに言わなかったんだ。めちゃめちゃプライドが高いんだな、やっぱり。間違ってたなんて認めたら、あなたが得意満源になって私に恥をかかせるって分かってたからよ。いやまあその通りだ、選んでみるか、選べるから。その通りだよメルーラ。僕は多分君が気を変えたことについてから勝ってたと思う。これ誰でも選べる感じかな、32って。だって2年生で解放されるから32までになってる人いないでしょ。でしょ、やっぱり私の勘は正しかったのね。下選べばよかったかな。とにかく吹雪のせいでホグワーツから出られなくなった時、私は運がいいと思ったわ。でもチャーリーがあの空飛ぶ車であんたを迎えに来たのを見たら、わからないけどパニックになったの。バカだったわ、何も考えないで部品を取ったの。間違いだよメルーラ、このクリスマスには僕たち2人とも間違いを犯した。でも直すための時間はまだあるよ。その間違いをな、空飛ぶ車を直してウィーズリー家と一緒にクリスマスを楽しまないか。まあ部品取り付ければいいだけでしょ。隠れ穴に招待してくれるの、私があんなことをしたのに。クリスマスという特別な時期だから、僕たちの間違いや勘違いについては忘れよう。そう思わないか。ありがとう、行きたいわ。あ、ここ正直に言ってくれるの嬉しいね。ウィズリーは私にいてほしくないはずだけど、どうして私を疑ってたか考えると特にね。聞いてみるまではわからないよ、クリスマスは何でも起こり得るからね。車の部品を持って訓練場に行こう。空飛ぶ車を直さなきゃ。私の声もガラガラになってきました。はい、パート3を完了、ゲット。パート4、隠れ穴についてクリスマスを祝う準備ができた。だが、夢に見た完璧なクリスマスになるのか？アラームが鳴っちゃった。ではね、最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。失礼します。まあ、次回に続きます。失礼します。ご視聴ありがとうございました。